はい、日曜日の参議院選挙において与党は安定した政治基盤を確保することができました新型コロナウクライナ侵略世界的な物価高騰世界にも日本にも数十年に一度しか起こらないような事態が重なり合って起こり突きつけられています私は、 まあ今回のまあ選挙の結果はこうしたまあ戦後まあ最大級の南極から日本を守り未来を切り開けとの国民の皆さんからの知ったげきであると厳粛に受け止め重大な責任をまあ感じています。え今回のまあ選挙では遊説中の安倍元総理が卑劣な暴力により 命を落とされるという衝撃的な事件が起こりました改めて安倍元総理に哀悼の誠を捧げます安倍元総理におかれては憲政史上最長の8年8ヶ月にわたり卓越したリーダーシップと実行力を持って 厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと東日本大震災からの復興日本経済の再生日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績をさまざまな分野で残されたことなどそのご功績は誠に 素晴らしいものであります外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けておりまた民主主義の根幹たる選挙が行われている中突然の蛮行により逝去されたものであり国の内外から幅広い哀悼追悼の意が 寄せられていますこうした点を勘案しこの秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします国葬儀を取り行うことで安倍元総理を追悼するとともに我が国は暴力に屈せず 民主主義を断固として守り抜くという決意を示してまいります合わせて活力にあふれた日本を受け継ぎ未来を切り開いていくという気持ちを世界に示していきたいと考えています